どうだい。はい、どうもみんちゃん、無名です。今日も楽しくスマブラスペシャルやっていこうかなと思います。ちょっとね、前にね、ウルフの即死コンボを紹介したんだけど、前っていうかもうめちゃめちゃ前だよね。めちゃめちゃ前、半年くらい前かもしんないんだけど、もうそれも嘘かもしんないけど、いつだったか忘れたけど、それぐらい前にウルフの即死コンボって紹介したんだけど、それが空前空前空 N で横 B ビョーンってやつ。これね、紹介したんだけど、俺簡単簡単って言ってたんだけど、周りの人がね、結構いや難しい、全然できねえって人が多くて、うん、俺も今できてねえんだ。今ね、カウンター回りづらくなったから、結構ね、難しくなってる。うん、これ、回りづらくなってくから、結構難しくなってますね、確かに。あ、そう考えると難しいかもしれない。あ、回った。こんな感じ。これ紹介したんだけど、これ難しいって人がね、結構多くて、まあ、もっと簡単にできるやつがあるんですけど、まあ、それについて触れていこうかなと思います。難しいって言うんでね。うん、クエヌ当てるより簡単なのが、空母？反転空母。これですね。クエヌ、さっき紹介したクエヌの当て方だと、一回小ジャンプして、特定のタイミングでクエヌ、下りクエヌをしなきゃいけないので、こういう下りクエヌを出さなきゃいけないので、これがね、繋がってるか繋がってないかって分かんないし、難しいので、それよりかはもう速攻で出せるこの反転空母最速で出せるこれ。こっちの方が簡単かなと思います。なので、空前、空後。こんな感じ。空前、空後。これ。うん。こういうコンボもあるので、ぜひね、参考にしていただけると嬉しいですね。ほい。あ、待って、繋がんねえ。こっちの方がでも簡単だね。うん。連続でやってても、こっちの方が成功しますね。バリバリ。下り食う前もね、なるべくね、ゆっくりこう、してあげた方がいいね。うん、こう、上からこう、被せる感じじゃなくて、もう、降りた瞬間みたいな感じで出してあげると、成功しやすいかもしんないです。まあまあ、簡単ですね、割と。これは。覚えればって感じです。当たんない。どう？あー、確定してない。これは確定してる。オッケー。うん。これはね、練習すればすぐできると思うので、ぜひね、参考にしていただけるといいですね。前回教えたこれよりはね、簡単かなと思います。この、小ジャンプ下りクエヌ。これがね、しかもここで急降下入れないといけないのがね、難しいので、それよりか、もっとパーセント低い、この状態でも入る。こっちの方がね、まあ、確定しやすいので、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。はい、どうも、こんにちは、無名です。じゃなくて、なんだ？なんでそこでお挨拶しちゃいます？やっていこう。まあ、ウルフ使っていくんですけど、ちょっとね、この動画にも湧きそうなんで、ちょっとね、一つだけ言っておきたいことがあって、俺ね、なんとかスペシャルとか、なんとか式って言葉あんまり好きじゃないんで、それあんまりコメントしないでほしいなと思います。うん。なんでさではないけど、そのなんとか式、なんとかスペシャルってさ、なんか、その人が見つけたみたいな感じだけどさ、世界のどこかでさ、他にも知ってた人がいるかもしんないのにさ、その人の名前さ、出てたらさ、あれ？俺も知ってたんだけどな、この技みたいになったりするじゃん。だから、あんまりね、そうなんか、なんとか式とか、なんとかスペシャルみたいなね、そういう風潮あんまり好きじゃないです、俺は。うん。別に今使ってる、その、今やってる人たちで、なんか、なんとかスペシャル、なんとか式っていう人、使ってる人をバカにしてるとかじゃなくて、あくまで俺個人のまあ意見なんだけどね、これは。うん。まあちょっと、なのでコメントには気をつけてって感じです。うん。だってさ、俺だってさ、即死コンボとかさ、いろいろ紹介してるじゃん。俺がコンボとか紹介したり、踏みコンとかも紹介してるけど、俺がさ、なんか無名コンボとかさ、無名スペシャルとか言わないじゃん、絶対。俺それが嫌だから、そういう言い方しないんですよ。うん、俺このコンボ見つけたから無名スペシャルね。俺これ見つけたから俺無名式ねとかって言わないじゃん、俺それが嫌いだから、俺個人的に嫌いだから言わないんですよね。だから、俺のコメントするとき、そういうのやめてね。世界のどこかでさ、俺がさ、紹介したさ、踏み込んだってさ、世界のどこかでさ、なんか紹介してる人だっているかもしんないのにさ、俺がさ、おい、無名式、無名スペシャルとかって言ってたらさ、かわいそうやん。だから、
まあ俺は言わないし、だからこそまあその俺のコメント欄でもなんとかなんとかスペシャルなんとか式じゃんとかっていうコメントも控えてほしいなって思います。うん、よいしょ。それ何やねんって人が見つけた技じゃんとかさ、それ何やねんって人がやってた技じゃん、パクリじゃんとかって言うじゃん。いやさ、 YouTuber ってさ、こういうさゲーム実況にさ限った話じゃないんだけどさ、まあ、ちょっとさ名前出していいのか分かんないんだけどさ、ヒカキンさんとかさ、はじめ社長さんとかさ、かネタ被るときあるじゃん。そういうネタ被るときにもあるのにさ、それをさなんかパクリだのなんだのって言われてるのさ、かわいそうだと思うんだよね。お互いそのヒカキンさんとかはじめ社長さんとかさ、まあ、セイキンさんとかさ、あそこはもう兄弟、ヒカキンさんとセイキンさんは兄弟だからさ、そこでなんか被りましたみたいなネタにはできるけど、なんかちょ待って、全然集中してないけどいいか、これ飛ばねえ戦いながら喋ってるからさ、何喋って全然プレイに集中できてないんだけど、まあ極力やめてほしいなっていう、俺個人の意見ね、これは。うん、今やってる人を別にバカにしてるとかそういうわけじゃなくてね、だから俺個人的に嫌だからやめてねって話。よいしょ、はい、うわそのばかりじゃないの、ダメだ俺あれだな、話しながらやるのダメだ、向かない人だな多分、全然なんかプレイが雑な気がする。おおほらほらほら、危ねえ、あー死んだ、はい、うわ打ち返、お、これは何、あこれは、はいくそ、これはどうだい気持ちいい、いやーてか障害者即死コンボしたかったな話しながらだから全然それ意識しなかったわ、申し訳ねえ。次ガノンドロフ長いもん今日もジャイアンにいじめられたんだよ。そうなのかいのび太くんそんな感じだっけ今のドラえもん知らんわ。ああ、何をしてる安い技で対抗したな今。これもう思ってこないんじゃない上がり方が安直だね、だいぶ。横 B で戻っちゃうとね、それ隙生まれちゃうから。ね。え、どうした、おい、どうしたんだい、長いもん。長いもん、あぶねおい、おい、長いもん長いもん、お前、卑怯だな、おい。ドラえもん、卑怯じゃないか、それは。今日じゃないか。投げて、確か行き。長いもん。うわ。そこで下 B は読めんわさすがに。はい。投げて。あくそ当たんねえか。どう。投げて、あー早かった。崖に F のね、そのタイミングがね、いまだにねよく分かってないんだよね。あぶねえってマジで。おっと、それ大丈夫かな。くどうだい。ガーキャンウエスマンマジで強いんだよねウルフ。てかこれがさ、なんか弱いとかさ言ってる人もいるけどさ、全然弱くないですからね。うん、強いマジで強いですからね。なんか、いやウルフ弱いっすとかって言ってる人もいるけど、いや全然弱くないっすから、うん、強いガチで強い。あ、すいませんでした、やっぱ弱い。そうだと思った。うわ当たんないか。オッケー、はい。長いもんドラえもん。次シーク、うわ立ち回りキャラ来たな。立ち回りキャラ相手にウルフってどうなんだろう。そんなねウルフ使ってる時になんかシークとかさ、なんかあでもジョーカーは当たったことあるな。何をしてる、確か声聞いてなかった。こういうめちゃめちゃね立ち回りキャラがねめちゃめちゃねきついので、
俺的に。俺あんまり好きじゃないんだよね。俺ガード張る戦法の人だから、俺立ち回りのキャラあんまり好きじゃない。いや、うわ、ジャンプじゃないの今。ジャンプやめしたんだけど、うわすえ、うわー、そういう上がり方してくる。下かなって思ったんだけど、投げる、ジャンプ、危ない、強いよなこのキャラマジで。うわー、相手の方が掴むの早かった、危ね。どう、いや、あー、やばいやばいやばい、何してんだよ、スマッシュ出せや。どうだいこれガーキャメスはマジ強いな。シークもね、手数はね、あるにせよ、やっぱりね、火力が少ないのかな。ウルフ相手だときついんじゃないかな。うわ、スカシつかみにしたんだけど読まれてた。うわー、上から、上から好きだな君、復帰スカシつかみ。浮いて、はい、あー、よいしょ、オッケー、そういう上がり方だね。どうだい、おおどうした、おい、怖いなー、シークマジ強い。よいしょ、うわー、スカシつかみ入んなかった。シークもね、おー、危ね、やめてやめてやめて、あー、ちょっと足りなかった高さ、くそ、甘えたな今。なるほど、逆じゃないこのパーセだったら下だけの方がいいんじゃない。ジャンプしちゃった、うん、ジャンプ読みされてんね。食う前マジ強いなお前。痛い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 、強いマジで立ち回りマジぶっ壊れてんだろ。はい、クソ、やばいでごわすどうだい、その場上がりから打ち回避かな、この人の癖分かってきたな。どう、あ、クソ今度はその場回避か、やめて、死ぬ、おおあめー、びっくりした今復帰で暴れようと思ったら当たったわ、危なかった。